インターポールの捜査を行うには匿名でいることが絶対に必要なんだ。捜査方法は特別だ。だが今日は一線を越えたな。犯罪者とはいえ人の命を犠牲にしてしまった。今回の事件では許されるんじゃない？そんなことはない。越えてはならない一線がある。越えれば必ず自分を失う。心の中の神に背けば底なし沼に足を取られて沈むだろう。悪魔に心を見渡したら二度と自分を取り戻せない。制御できない地獄の炎に自ら焼かれ苦しみの中果てるだろう。See you.